こんにちは、のり太郎です。今回はロイヤルミントでコインを購入する際にいかにして最速で購入することができるかについて考えてみました。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいたことがありましたので、重要だと思った点について発信しております。先日ロイヤルミントで発売して10分ほどで完売してしまった3グレイセスの金貨銀貨ですが、速報も出しましたが、こちらはグレートイングラバーシリーズといって2019年のウナトライオンに次ぐ第2弾として発売されました。第1弾のウナとライオンの場合、金貨は約3時間、銀貨は約5日で完売したと言われておりまして、それが結果として金貨は、販売価格がだいたい60万円のものが今では1000万円程度となっており、1666% もの上昇で、銀貨は販売価格が2万5000円ほどだったものが135万円程度となっており、こちらは5472% も上昇しています。このウナとライオンの第2弾だったため、当然人気があることは分かっておりましたが、まさか銀貨も開始10分ほどで完売するとは思いませんでした。そこで今回は次の第3弾に向けて絶対に購入できるように最速で購入するための方法を以下の5ポイントでまとめました。まず1つ目、購入履歴を作る。2つ目、発売は日本時間の18時。3つ目、入場待ちの画面では絶対更新しない。4つ目、カートに入れたら迷わず即購入。5つ目、3グレイセスの発行年度は2020年。ということで、まず1つ目からお話ししたいと思います。で、購入履歴を作るということで、ロイヤルミントで一度買われたことがある方はご存知だと思いますが、2回目以降に購入する際にはカード情報などの情報も記憶してあるため、いちいち入力しなくても選択すれば良いだけになっています。今回は購入履歴がなかった人にとって時間的に非常に厳しかったのではないかと思います。なので購入履歴を作っておくことは、次回のグレートイングラバーシリーズ第3弾を買う際には必須だと思われます。そしてこの際に確認した方が良いこととして、カード会社の AI か何かが海外から高額商品を購入しようとすることを止めてしまうことがありますので、使用するカードは18時以降でもサポートサービスが受けられるのを用意すると良いと思います。またカード会社に購入日、あとは購入金額や購入先などをあらかじめ伝えておくことをお勧めします。この事前準備が生死を分けますので、面倒ですが事前に準備に越したことはありません。ちなみにロイヤルミントで使用できるカードはビザかマスターカードの2種類になりますのでご注意ください。続いて2番目、発売は日本時間の18時ということで、今まで数回の速報を出して気づいたことなんですが、人気のあるコインはいずれも月曜日の日本時間18時、イギリス時間ですと9時に発売されております。今回の3グレイセスについてはロイヤルミントで販売時期を教えてほしい人向けに、事前に22日月曜日のイギリス時間9時に出ますよというメールをもらうことができましたので、そちらで把握ができたのですが、今回のように予告をしてくれる場合は珍しいことで、通常は突然販売されます。その傾向を見ても、月曜日のイギリス時間の9時、日本時間の18時に発売されることがほとんどないようです。今度出るグレートイングラバーシリーズ第3弾についても月曜日の18時に出るんじゃないかと思いますので、月曜日の18時っていうのは他のコインについても要チェックかと思います。続いて3番目、入場待ちの画面で絶対更新しないということで、今回ロイヤルミントのホームページで17時半ぐらいからこのような準備中というような表示に切り替わり、18時ちょうどに、ちょっと写真を撮りそびれてしまったんですが、
表示が切り替わって順次案内するのでページを更新しないでお待ちくださいというニュアンスの表示に切り替わりました。下にゲームでいうとパワーゲージのようなものが表示されていて、横に待っている人の人数がカウントダウンされて、それがこう満タンになると購入ページに入れるというページでした。このページになった際に私は実際他のページをこう見たりしてしまいまして、何度かページを更新してしまって残りの人数が増えてしまうという失敗をしてしまったのですが、ここで更新や他のページを見ずにじっと待つというのが3つ目のポイントになります。そして4つ目、カートに入れたら迷わず購入ということで、先ほどの待ち人数の数ですね、3000人と4000人ぐらい待っていたらもうそこでほぼほぼ決まってしまうんですが、購入ページに入れたら即目当てのコインを購入することをお勧めします。でカートに入れてもコインが売り切れてなくなってしまいますとこうキャンセルされてしまいますので、購入までひたすらダッシュという感覚で購入しましょう。購入してロイヤルミントからお礼のメールが届いた時点で購入完了となります。ここまでの4つのポイントを押さえていればだいぶ購入速度を早められるのではないかと思います。そして最後の5つ目のポイントになります。3グレイセスの発行年度は2020年ということで、これ何のことと思われる方もいらっしゃると思いますが、現在2021年2月に発売された3グレイセスの発行年度が2020年となっております。そしてウナとライオンは2019年です。何か気づかれましたでしょうか。そうです、2019年から随分時間が経過しているような気になってますが、年度は毎年発行されているということなんです。ということは憶測、これから憶測なんですが、2021年のグレートイングルバーシリーズっていうのがそう遠くない時期に発行される可能性が高いのではないかということです。もしかしたら今年の年末とか来年の年始に発行されるのではないかと思っております。今回もそうですが、オルダニー島のなどのそのイギリス領の国々でまた次のコインが発売されたらそろそろ出るなというサインになるかと思います。そしてどんなコインが出るかというところですが、ウィリアム・バイオンの有名な作品として未だ残っているのが世界一美しい銀貨と呼ばれているゴチッククラウンなど、数々の名作があるんですが、それが後に控えておりますので、次に何が出るかというのは、そのうちロイヤルミントで公表されると思いますので、こうご期待です。ということで最後はただ単に未来への希望でしたが、年末に備えてお金を用意するなどの下準備を今からしておくことは重要だと思いますし、未来がとても楽しみになりますよね。ということで今回の話をまとめます。最速購入のポイントということで、まず1つ目、購入履歴を作る。購入履歴がないと次のコインは買えないと思った方が良いでしょう。またカード会社選びや事前連絡も忘れずにすると良いと思います。2つ目、発売は日本時間の18時、次回も予告はあるとは思いますが、だいたい月曜日の18時に新作が出ているようです。で3つ目、入場待ちの画面では絶対更新しない。3つ目は、18時ぴったりに画面が切り替わった時点で更新は厳禁ということです。4つ目、カートに入れたら迷わず即購入ということで、カートに入れても安心できません。最後までダッシュで購入しましょう。で5つ目、3グレイセスの発行年度は2020年ということで、2021年度の次のコイン出たら楽しみですね。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後も励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。